ペガサス衛星、ペガサス衛星の展開ペガサスは、1965年に打ち上げられたアメリカ合衆国の3機の人工衛星である。1970年に始まるアポロ計画の月、着陸ミッションの支援のために、宇宙船に衝突する流星人の頻度を研究することを目的とする。3機とも、サターンアイロケットの上段に接続され、打ち上げられた。 ペガサスという名前は、ギリシア神話に登場する翼を持つ、馬のペガサスに由来し、1965年2月16日に1機目が打ち上げられた。その名の通りペガサスは、104個の流星人、検出センサを備えた、長さ29メートル、幅4.3メートルの一体の大きな翼を持つ。流星人は、宇宙船に衝突すると、 潜在的な危険を引き起こすものと考えられており、センサーは、流星陣の大きさ、衝突の頻度、方向、貫通の程度等を測定することに成功した。3機のペガサスは、アメリカ航空宇宙局のマーシャル宇宙飛行センターが、設計、製造、運用した。打ち上げ時、アポロ指令、機械船のボイラー板と打ち上げ脱出システムが、 サターンアイの頂上に取り付けられ、ペガサスの実験機器は折りたたまれて、機械船の中に入れられた。第1ステージが分離されて、第2ステージに点火されると、緊急時脱出システムは投棄された。第2ステージが軌道に達すると、1万ポンドの重量のアポロのボイラー板は別の軌道に投棄された。その後、パネルの取り付けられたペガサスの翼が広げられ、 29メートルの長さになった。ペガサスの翼は計画通りサターンイの第二ステージに結合したままとなった。機械船との接合部の内部に取り付けられたカメラが衛星が展開される様子を撮影していた。衛星は210平方メートル以上の表面積に広げられ、厚さは最も薄いところで0.41ミリメートルであった。当時計画を引いていた。 エルンツとストリンジャーは3期のペガサス衛星は流星人の貫通のデータ以上のものをもたらしたと述べている。科学者は再三運動に関するデータや宇宙における合体の軌道特性、宇宙環境における電子機器の寿命、耐熱コーティングの宇宙における腐食効果等に関するデータを収集することができた。宇宙歴史家のロジャー・ビルスタインは物理学者に対して ペガサスは宇宙の放射線環境、バンアレン体、その他の現象に対するさらなる知見を与えたと報告した。ありがとうございます。